テバット水星は約3ヶ月間にわたって肉眼で観察することができた長周期水星である。水星の命名規則に基づいた名前は C-1861J1 である。テバット水星は19世紀の8つの大水星の一つとされる。テバット水星は1861年5月13日にオーストラリアニューサウスウェールズ州ウィンザーの ジョン・テバットによって発見された。この時の見かけの等級は4等であり、近日点の1ヶ月前であった。この水星は北半球では6月29日まで見ることができなかった。しかし、水星発見の方が届く前に北半球で見ることができるようになった。1861年6月29日にテバット水星は太陽から11.5度の地点を通過した。 次の日の6月30日には地球に最接近し、その距離は 0.1326au だった。地球に接近している間、テバット彗星は0からマイナス2等の明るさになり、その尾の大きさは90度にもなった。前方散乱の結果として、彗星は夜中でも影を落とした。1861年6月30日から7月1日の夜中に、 有名な水星観測者であるジュリアス・シュミットは、アテネ国立天文台に影を落として、バット水星を観測した。テバット水星はほとんど前例がない方法で、地球と相互に作用していた可能性がある。水星が最も近づいていた2日間に、地球は水星の尾の中にあった。そして、遠くにある水星の核に向かって、水星から出たガスやゴミの流れが収束していく様子を、 見ることができた。8月中旬には、テバット彗星は、肉眼で見ることができなくなった。しかし、望遠鏡では1862年の5月まで見ることができた。テバット彗星の軌道を計算したところ、軌道は、大円軌道であり、周期は、約400年ということが分かった。すなわち、前回地球に接近したのは15世紀半ばであり、 次回に接近するのは23世紀になる。長谷川一郎と中野周一は、テバット彗星は1500年4月20日に近日点に、達したし、1500H1 と同じであると示した。1992年には、テバット彗星は太陽から 100AU の地点にあった。これは、純惑星のエリスよりも離れていたことを意味する。 テバット彗星は2063年には演説点に到達する。モンタナ州西部に住んでいた1861年7月1日にグランビル・スチュアートはジャーナルにてこの彗星の観測について研究した。この記事での記述は次のようになっている。7月1日、7月5日、ジェームズ・ライリー・ロビンソン。ありがとうございます。